36歳センター定年説問題。大島さん来年36歳ですから、いろいろ状況、過去例などを調べてみました。この動画は単なる野球好きなおっさんが疑問に思ったことなどを検証してみるだけの動画だよ。ドラゴンズの中で、まあ、最も頼りになって安定して計算できる、そのバッター誰かって言ったら、まあ多分9割型の人、もしくは10割の人が大島さんって言うでしょうね。福田さんっていう人は僕ぐらい。大島さん、今年35歳、来年36歳で、もちろんセンターを守る予定になってると思うんですけれども、ちょっとね、僕ももう野球30年、40年近く見てますけど、この年齢でね、バリバリにセンターのレギュラーやってる人って、思い返したところね、いたのかなっていうのがちょっと気になって調べてみました。果たしていたのか。まあ、その前に大島さん自身の成績ですけれども、まあ、この6年間、直近の6年間調べてみましたけれども、2020年35歳シーズンで、まあ、ほぼフル出場に近い形で出場していて、まあ、打撃に関してはね、もう最多安打取ってますし、問題がない。まあ、盗塁も16個決めてます。で、守備に関しても、実際ね、ゴールデングラブ取ってて、ゴールデングラブは、やっぱりイメージの賞なんで、まあ、上手い下手にはね、あんまり関係ない可能性もあるんですけど、じゃあ数値はどうかというと、まあ視察っていうのを調べてみましたね。視察って何かっていうと、基本センターの場合はフライ取ったりライナー取ったり、まあ直接センターの捕球でアウトが発生すると、そういうプレーなので、まあ守備範囲にもかなり似ているものなんじゃないかなと思います。で、そちらのこの6年の経緯はこんな感じ。まあ、今年はね、シーズンの試合数自体が少なかったんで、数が少ないですけども、1試合あたりで見てみると、こんな感じです。まあ、ばらつきはあれど、1試合で多分2個ぐらいフライを取ってるっていうのが大島さんの動きなんですね。今まで。まあ、多分これは、ピッチャーの能力とか、奪三振が多いチームとか、ゴロが多いチームとかでまた違うでしょうけれども、おおよそこんな形かなと。まあ、見る限りはね、まあ、確かに細かくっていうか大雑把に見ると一昨年が2で、まあ、去年もおおよそ2で、それに対して今年は 1.7 っていう感じでちょっと減ってるんで、まあね、これを衰えてるとかいうのであれば、まあ、数字上は確かにそうかもしれないと思いますけど、まあ、対して傾向としてはないですよね。2017のも一度もっと低い数字になってまた戻ってたりするんで、別に明確にダメになってるなとかはやっぱりないんじゃないかなと思います。まあ、見ててもね、大島さん、まあ、肩が強くないのはもう若い頃からですけど、守備範囲が特に衰えたなとかは全く感じないですからね。センター以外を守ってる試合とかもないですし、まあセンターは俺に任せろ状態がずっと続いてる頼もしい選手でも、年齢がまあ普通に考えるとね、他の選手と比べてどうなのかっていうのはやっぱり気になるところではあります。で、もう一気に出してしまいますけれども、36歳高年齢でセンターでレギュラー出てた人っていうのが果たして今までいたのかなと思って、この20年ちょいぐらい、秋山さんあたりからですね、1990年代ぐらいから調べてみました。まあ、もしかしたら抜けあるかもしれないで、それは申し訳ないんですけれども、おおよそセンターでレギュラーとして活躍してた人が実は4人しか見つかりませんでした。広島の尾形さん、ホークスの秋山さんで、ファイターズの新庄さん、まあ登録名は当時ね、アルファベットで新庄でしたけど、まあ、新庄剛志さん、とロッテの荻野さん、この4人。実際荻野さんはね、大島さんと同い年でまだセンターで頑張られてるんですけど、まあそれぞれ一人ずつ見てみましょうか。尾形さんですけれども、尾形さんは36歳の時まだセンターバリバリ出てます。ただまあ見てると36歳のシーズンが活躍できた最後の年だったなと、そういう感じでした。36歳のシーズンでは3割6厘の21本、まあ、ただ足はねめっきり衰えちゃって、もう盗塁はほぼない選手になってましたけど、翌年は81試合に出場が激減して、まあそのままだんだん衰えて引退される形になりました。
で、次は尾形さんの次は秋山さん。秋山さんね、まあ昔日本シリーズでドラゴンズが結構手痛くやられた記憶もあるんでね、私も覚えてるんですけど、まああの時はね、センターというよりライトでしたけれども、あのあたりの秋山さんがセンターや、まあまず最後ですね、だんだんとセンターとライトを併用していくようになって、36歳シーズンはまあ多くセンターに出てたようですけれども、まあ、数字も結構もう衰えてはいますね。2割5分6厘の12本、まあ、盗塁もほぼできない形になってる。で、37歳のシーズンではもうセンターはやめて完全にライトにコンバートして、まあ、さらに言うと規定打席が37歳最後だと、そういう形でした。で、もう2人、次の2人はまあ36ではなくてね、34なんですけど、それでも34まで行ってる人っていうのもね、センターではほぼいないと、そういう状況です。1人目は新庄さん。34歳の時に2割5分8厘16本。まあ、盗塁はやっぱりほぼできない形ですだけど、この年ですね、またドラゴンズ縁があるんですけど、あの引退された最後の泣いてた打席でね、中里さんがプレートを投げ込んでて、ちょっと対比が、新庄さんは34歳センターで出てましたけど、そこで引退して、まあ、その後ね、森本さんとかにバトンタッチしてます。小木野さん大島さんと一緒で、まだ今でもね現役続けられてて、出る時はセンターなんですけれども、実際35歳のシーズンではもう出場機会が激減してます。で、去年34歳の時は規定到達してまして、125試合で3割1分5厘ホームラン10本、盗塁も28決めてるという、かなりユーティリティなハイレベルな選手、結果を残してます。ここまで結果を残しててもね、その次の年にいきなり結果残せなくなっちゃった、51試合しか出れなくなっちゃった、まあいろいろ怪我とかはあったんでしょうけれども、まあそういうやっぱり年齢が過去例で言うとこんな感じです。他にね、あの誰かいるかなと思っていろいろね、あの時代の選手入団したところからいろいろ調べてみたんですけれども、センターをやられてる方、まあ近いところで言うと谷さん、大村さん、あと一郎さん、森本さん、飯田さん、真中さんあたりもね、もしかして長いかなと思ったんですけど、まあそういう選手はもっと若い時にやっぱりレフトライトにコンバートしていたり、あとどっかでね、出場のレギュラーではなくなってしまって、出場機会自体が大きく減ってしまって、まあ、センターで活躍したとは言えない状態になってました。なのでね、36歳センター、しかもまだねチームで一番多分頼れるバッターというのは、球界を見てもちょっと前例がない時代なんじゃないですかね。36歳まで頑張ったっていうのであれば、ここに挙げた尾形さんと秋山さんの2例があるんですけれども、37歳で頑張ったは1人もいない。だから大島さんすごいんですよね、多分36歳、もし来年1年頑張ってこの2人と並んで3人トップみたいな感じでしょうね。で、37歳、再来年も似たような成績残すんであれば、もうこれは前人未到な領域、センターで37歳、36歳定年をしなかった人っていう形でオンリーワンな存在になるでしょうね、うん、ということで、まあ与田さんも今年ね、ガーバー選手取ったりとか、やはり予期せぬ事態というのは備えないとどうしてもいけない、まあいけないですよね。こういう今までの歴史上そもそも存在してないね状態に大島さんはなるわけですから、野球界の無惨様、まあドラゴンズの大島さんが怪我とかしちゃったり、まあ、予期せぬ事態になった時、代わりに誰かいるのかっていうのを調べてみました。そしたらセンターね守ってる経験があったり、今でも出てる選手っていうのはこちらかなと思われるところです。まあ大島さんがねずっと出てるから、他にセンターに実績のある人がいるかって言ったら、それはねいないのは当たり前だし未知数なんですけど、こんな形ですね。1人目遠藤さん、守備固めで言うとセンターでもよく守ってますし、あと去年多分怪我してましたよね。あの発表されてないですけど、出てくるかなと思った場面で出てこない時が結構そこそこあったんで、どっか怪我してるのを押してるんじゃないかなという気はしたんですよね。まあ、通常の状態にね戻っているのであれば、まあ代役としては一番計算ができる選手かと思います。で、2人目ガーバー。まあ、ガーバーをセンターで考えてるかって言ったら考えてないとは思うんですけど、一応メジャーアメリカではセンターを主に守ってた。レフトとライトもね結構守ってて、オールラウンダーですけど、外野センターいけるというところです。年齢は来年29。まあ、ちなみにここに書いてある年齢は来年の年齢です。来年29と。
まあ、打棒がね素晴らしいんで、まあ、3A ですけど、こういう形で結果残せるようであればね、出るセンター、大島さんの前のセンターじゃ誰かって言ったらアレックスだったりするんで、そういうセンターになるかもしれないですね。あとは渡辺さん28歳だよね。シーズン末に怪我しちゃって、ね、一軍で活躍しかけてた時にね、非常にもったいない状態でしたけど、その後の消息が若干わかんないんですよね。結構大きな怪我だったのか、フェニックスとかにも出てないんで、大丈夫なのかなっていうのは心配です。まあ、渡辺さんレベルであれば、多分、代わりに出ていて、どうにもなんないなってことにはならないと思います。やっぱりバッティングはね、まだ終盤ね、バチバチ打ってましたけど、まだ未知数なので、まあ、ただラインナップ考えるとね、やっぱりこの中では実際のところ一番手かもしれない、そんな感じでしょうね。あの首脳陣の期待としては、まあ、一番計算できるところに近い状態になってるのは渡辺さんなのかなという構想を持ってるんじゃないかなという気はします。来年もまだ28歳ですしね。で次武田さん、来年27歳です、まあ、守備はもう完全にね、もう一軍で十分実績出てるし、センターいけるところなんですけどね、打撃もねひたすら低空飛行を続けているので、まあ、これもなんとなくね見えちゃってると、まあ、守備のね代役であれば十分計算できるんですけど、バッティングがちょっとね今まで、もうちょっと上げないと、レギュラーとしてはねやっぱりチーム力がだいぶ苦しくなってくるので、武田さん自身はとにかく出塁できる方法をなんとか模索して、大チャンスなんで今これからはね頑張ってほしいところです。あとは実際ほぼファームしか出てなかったり、1年2年目の選手ばかりです。滝野さん、あのエラーとかね、あの花火とかで目立った滝野さんですけど、あまりプレースタイルを皆さん詳しくは知らないのかなとは思うんですけど、俊足の選手ですけど、まあ、守備うまいかって言ったらね、まだ慣れはこれから必要なんじゃないかなと思う状態ではあります。ファームでも、ただ打撃はねちょっとね特筆するもんがありそうではあるんですよね。まあ、自分でもすんなりと結果出しましたし、ファームでもね、あの年間通じて言うとそんなに良くないんですけど、後半かなりいきなり良くなってきたんで、木野さんもまだまだね、この時期の選手って伸びるんで、1、2年目の選手って。もしかすると打撃開眼仕掛けて、面白い存在に来年なってくるかもしれないですね。まあ、ただ長打がないのはね、大島さんに似てるかと思います。で、高松さん。高松さんはまあ皆さん多分ご存知だと思うんですけどね、俊足のバッター、もともとセカンドやってたりするんですけど、最近は外野もチャレンジしてたりします。ただ高松さんの場合ね、結構ファームでも打撃成績良くないのがずっと続いてるんで、最近今年になってからとにかく走塁で一軍で通じるようにって、まあ、首脳陣とも話をしているようだったので、まあ、レギュラーっていう使い方にはならないんじゃないですかね。多分とにかくダイソーここぞの走塁、盗塁、それを期待されている選手、まずはそこの定位置を掴んでほしいと思われている選手かと思います。伊藤さんもね、1、2年目の時いきなり1軍で結果出したりしてすごかったんですけど、まあ、ここね今年なんかは、まあ、1軍にも上がれなかったし、ファームでもねちょっと数字が良くなかったんで壁に当たっている状態でしょうね。伊藤さん打撃で初め目立ちましたけど、やっぱり特徴はスピードで、センターをファームでもよく守ってます。まあ、上手い選手かって言ったらね、普通かなっていう感じではありますけど、広島の堂林さんの後輩として今ね、一緒にいろいろ教えてもらってたりする仲みたいで、まあ、鈴木誠也の打ち方をね、取り入れてるところですけれども、うまくいけば、もしかしたら一気に大化けし始めるかもしれないですし、ただ現状はちょっと苦しんでるなと、そういう印象のつる伊藤さんです。この冬になんか打開してくれると、こっちもホッとします。でネオさんは、まあ、本人がショートやるってずっと言ってるんでね、多分ショートやれって言われてたと思うんですけど、今までは出れるとこどこでもやりますって言ってたのが、今ショートとしか言わないし、実際にショートでしか出さされてないというか、フェニックスもずっとショートだったんでね、まあ、ショートなんだろうなとは思います、構想的に。ただやっぱり、ね、大島さんが出れなくなるっていうのはやっぱりトラブルな状態でしょうから、そういう時にはね、その時に結果出せた人が出るってことだから、ネオさんも出てくるかもしれないです、センターで。まあ、ネオさんも本当、去年、週末ね、シーズンオフ直前のところで上がってきた時のね、打撃見てた人ならすごいわかると思うんですけど、ガンガン当たるようになってて、
ね、ライナーとかでね、あのヒットにならなかったこと多かったですけど、だいぶ変わったんでね、コンタクト率といいますか、で強い打球が打てるのは元からなんで、本当になんかボーンっていきなり打ち始めてもおかしくない状態になっているかなと個人的には思います。昔みたいなね、どうしようもない三振してることが本当になくなったんで、本当楽しみな選手ですね。まあ、ただセンターではないのかなとは今感じています。次、岡林さん。まあ、岡林さんがね、多分本命かと皆さん思ってると思うんですけどね、実際のとこ、本当守備がね、なんかね、悪いんでね、なんとかなんないのかなとは思うんですけど、まあ、多分ね、慣れてない、まだ練習量がね、多分センターの練習量何時間やればそれなりになるのかわかんないですけど、ね、500時間ぐらい練習すればいいんだとしたら、多分まだ100時間とかしかやってないんじゃないですかね。まあ練習が足んない、まだ経験値が圧倒的に足んないっていうだけだとは思います。岡林さん。まあ本人もセンター狙っていくって言ってるので、葉っぱもかけられてるんだと思います。チームもこの状況を考えてね、これ大島さんにいつまでもね、頼っててもいいけど、やっぱり不測の事態は想定しなきゃと思ってると思うんで、その時にこのラインナップ見てね、一番若くて今のところ打ててるのは岡林さんなんで、なんとかしてくれって思ってると思います。僕ファーム見ててよく聞かれるんですけど、なんで守備悪いんですかって言うんで、なんか打球の追い方が悪くて蛇行してたり、 L 字型の追い方してたりとか、とまあ斜め前とかの打球をね、突っ込んでって後逸してたりとかがね、結構あるんですよ。そこら辺がね、単純に多分慣れてないだけだと思う。そんなことやってるから、だから外野のスピード感も感じないんですよね。さささっていう、大島さんみたいにね、落下点に素早く走ってランニングキャッチみたいなのが、ね、なかなかないので、ポテンシャルも持て余してる。肩もものすごく強いんですけど、そもそもの動きがぎこちないので、上手い選手に今のところ見えない。まあ、でもこれは本当多分ね、場数踏めば治る。外野の守備の指導に関してね、やっぱり上手い下手ってほぼないと思うんで、数だけだと思います。来年のどこら辺でね、守備が計算できるようになるか次第だけど、守備が安定したらもう1軍にずっと置いててもいいんじゃないかなってぐらい、打つことに関してはね、まあ2軍で鳴らすより1軍で鳴らした方がいいレベルじゃないかとすら思うんで、早いうちに守備走塁安定してくれと私はそう願っている選手が岡林さんです。最後、ルーキー三好さんですね。来年24歳、24歳ルーキーっていうと大島さんと一緒なんですよね。左打ち、そこでもう期待しちゃうんですけど、まあ、バッティングに関してはね、やっぱり岡林さんに近くて、三好さんもね、本格的に転向したのが最近っていう話なんで、まあ、バッティングに関してはね、やっぱりいきなりボコボコ打つっていうのを期待できるかっていうと、そこは若干不安が残る要因かなと思います。動画とかでね、 YouTube とかで誰か多分関係者の方が撮影してくれたのとか見ると、癖があるというか、まだプロっぽくない打ち方してるような気がするので、打撃に関していきなり活躍するのはどうかな、分かんない未知数だなとは感じます。まあ、ただあんまり経験がないからこそね、伸びるときは急に半年ぐらいでドーンといきなり岡林さんみたいに結果出せるバッターになってるかもしれないので、まあ、そこは期待したいところですね。評価としてやっぱり守備走塁に関してはね、かなりもういきなり1軍レベルということも聞いてるので、まあ、チームとしてもね、以前の大島さんみたいな1年目から出場機会を上げられるもんなら上げたい選手だと考えてると思う。三好さんはダークホースとしていきなり何か活躍してくれそうな気配もありますね。まあ、そんなところですかね。やっぱり大島さんがしっかりしていた分、まあ、予備の方が盤石っていう形にはやっぱりなってないというのは現状でしょうね。うん、しょうがないこれは。まとめます。36歳センター定年説。実際に36歳以上でセンターでバリバリされてた方っていうのが見つけられなかったんでね、まあ実際本当にプロ野球の歴史を全員調べたわけじゃなくて、秋山さんあたりからなんで、もしかしたらその前の方でセンターずっとね、40歳近くまでやられてた方っているのかもしれないですけど、まあ見当たらなかったですね。まあ現状でもだからもう大島さんすごいんですね。35歳センター全部で好成績と、今のところだけでもトップ5には入ってますね。来年はトップになるであろうと、まあおおよそ予想できますね。再来年まで今の成績がキープできれば、もうセンターのオンリーワン、そんな感じかなと思います。
なんかね、まあここに残ってる方ね、みんなアスリート型で体も身体能力ももともとね高い人ばっかりですけど、大島さんもだからそれよりさらにすごいってことなんでしょうね、身体能力が。まあ感覚も若いですよね。今年も入場曲ね、いの一番でホムラにしてね、ノリノリになってるし、おっさんっぽくないっていうのがね、やっぱり若さの秘密なんじゃないかなという気はしますね。気は心というか、自分が老けてるとかね、もうダメだなと思ったら体が勝手にね崩壊していくんで、気力も充実してるんだと思います。まだセンターで、まあ最後までセンターでやっててほしいですね。こうなったらバンテリンドームちょっと守備エリアが広すぎてね、そこはしんどいところだとは思うんですけど、センターにこだわり持ってるでしょうからね。なんとか2000本まであと3年ぐらいですかね、このままいければこのまま一気に突き進んでほしいですね。またドラゴンズの2021年にかける問題などいろいろまとめていきますので、また見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではチャンネル登録よろしくお願いします。